が勝負。よくぞご無事で。取り返したぞ。お米、最後に口にしたのはいつのことだったか。盗まれたのではないのか。どうか、お許しを。たばかったとは。このような時に賊に食わせてどうするのです。それに殺さぬように頼んだはず。致し方なかった。私のせいで。嘘をつかずともお主を助けておったぞ。これきりにします。信じてください。
자, 쿠이! 알렉보 치치 속스척사! 바다 으륵달 참수 고르이! あなたのおかげで志村様も猛虎に一矢報えます。湖は安全だと聞いたのですが誤りでした。猛虎は岩の下の道で待ち伏せしてそこを通る者を襲っていたんです。知恵者がおるようだ。捨ておけんな。どうぞお気をつけて。兵が大勢おりました。Cinta.
よし、いい子だ。先日座禅を組んでいたら若い狐が隣に座っていたことがあります。賢いゆえお主の人柄に惹かれたのであろう。話しかけると何か言いたげに立ち上がって、ついていくと神社にたどり着きました。あの時の感動は言葉では言い表せません。かような時でも光をお与えくださるのだな。こちらの精鋭を出せ。
かかってこい。余が掘り逃げよ、あいつの。兵は倒した。痛めつけましたか。なぜお主が気にかける。このまま日吉の湯へ向かえ。油断するでないぞ。はい、そうします。そちらの精鋭を出せ。
ここで死すべき方ではなかった。내게 멋있어.
атц жахсаа. どうぞ見ていってくださいよ。役に立ちますよ。助かった。またいつでもいらっしゃってください。ある男が筒の浜で一人で太刀を振り回していましたよ。生き残った民か、ただの賊か。わかりません。ですが、なぜか泣いてました。
慎重に勝負。あっせ、めくちゃの早いの方がすんな。どこにも逃げられません。すべての道が猛虎の手の内です。道で捕まったのか。はい、奴ら道沿いに八重を敷いて待ち伏せてます。奴らを退けるまでどこかに隠れておれ。
しか見られないものばかりです。お侍は滅びたかと思ってました。それが客を迎える言葉か。これは失礼をいたしました。人との交わりが増えてて、友と呼べるのは染料と刷毛と漆と布くらいです。ですが城郭の雪のごとく美しい白に染め上げることができます。十分な素材をお持ちくだされば、あなた様の表具を冬の神のごとく白く染めましょう。礼を言う。いつか穏やかに旅に出ようか。侍、津島から出る道が見つかったそうです。蒙古の水軍を抜けられるのか、教えてくれ。それではついてきてください。よく探してください。私が隠しておいた小さな船が見えるはずです。船などない。初めから気づいていらっしゃったのでしょう。愚かな嘘をつくな。罪があるというのだ。
ただなりて運をたがうるさざれ石、そこにありては登るほかなし。多くの民が暮らしていた村、あの時はよく抜け出せたと思う。またここで前のように暮らしていいものなのか。せっかく故郷に戻ったのよ。もうここは故郷じゃない。何言ってんの。行山様の話、聞いたことがある。あの盲目の法師、いつも新しいお話を聞かせてくださる。まるで子供だな。気をつけろ。きっと行善様には奇妙なお力がある。